さんこんにちは。今回はちょっと遅くなったんですけれども、9月のアイハーブのお買い物をご紹介しようと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回はもう本当に最近コスメ全然買っていないんですけれども、何か欲しいものはないかなと探したんですが、今回もコスメ一切なくって、ちょっと参考になるかわからないんですけれども紹介していこうと思います。まあ、唯一ちょっとボディケア製品で今回新しく買ったのが、これすっごいボトルが大きいんですけれども、こちらのアルバボタニカのベリーエモリエントバス&シャワージェルを購入しました。ボディシャンプーとかボディシャワージェルはヌビアンとかいくつか今使っているものがあるんですけれども、ちょっと香りとかあと使い心地がちょっとこうもうちょっと違うものはないかなと思って、今回ちょっとこのアルバボタニカ初めて買うブランドなんですけれども、結構スキンケア製品とか定評があるので、今回こちらを初めて購入してみました。で、結構この香りがですね、やっぱりその、ちょっとこうプルメリアっぽいというか、ちょっとハワイっぽいというか、そういう感じの香りがして、で、一応そのココナッツオイルとか配合されているので、まあ、洗い上がりはちょっとしっとり系なのかなっていう感じはあるんですけれども、ちょっと使うのが楽しみです。はい、そして続いてはこちらですね。これもちょっと容器が大きいんですけれども、メソッドのフォーミングハンドウォッシュリフィルを購入しました。メソッドのホームクリーニング剤とか、あとハンドソープはもうずっとリピートして愛用しているんですね。で、これが泡で出てくるハンドソープなんですけれども、キッチンとあと洗面台に一つずつ置いてあります。で、もうずっと使っていますね。で、中身のリフィルをリピートして購入しているんですけれども、今回はこの水色のっていうんですかね、ウォーターフォールっていう香りを買ってみました。で、いつも前は多分透明の白いのを多分リフィルで買って、その匂いもいいんですけれども、ちょっと気分を変えたいっていうところもあって、で、香りもちょっとあんまり覚えてないんですよね。前に買ったかもしれないし、初めて買うかもしれないっていう感じなんですけれども、このシリーズだったらもうどれも全部好きなので、今回はこちらの詰め替えを買いました。今ちょうどもうその2本ともボトルがもう中身ほぼなくなりかけていたので、慌てて購入しました。はい、そして、続いてはここからはちょっともう食品になるんですけれども、まず、こちらの、バックトゥーネイチャーっていうんですかね、のピーナッツバタークリームクッキーを買いました。この辺はもう初めて買うんですけれども、最近こういうちょっとこうクッキーとかクラッカーとかにすごいハマっていて、で、今回アイハーブでもいくつか買ったんですけれども、こちらはピーナッツバターが間に挟まったクッキーになりますね。なんかすごい美味しいらしいので、おやつに食べたいなと思って購入しました。はい、そして続いてはそのクラッカーとかにハマっているっていうところで、先ほどと同じブランドのクリスピーウィートクラッカーズっていうのを買ってみました。これは多分全粒粉だったかなから作られたクラッカーで、サンフラワーオイルとかシーソルトでちょっと味もついているクラッカーになりますね。そのまま食べても美味しいっていうことみたいだったので、こちらもちょっと買ってみました。そして次もクラッカーなんですけれども、カシーですね。今度はカシーはちょっと前の動画でもそのまま食べられるバーをいくつか買ってご紹介したと思うんですけれども、あれもちょっと全部食べきってしまって、で、ちょっと味というか、まあ、甘みとかも結構強いものも一部あったので、今回はちょっとオリジナルのセブングレインっていう、まあ、そういう穀物の、まあ、素材を生かしたクラッカーになるみたいなので、これもちょっと味がどんな感じか試してみたくて一緒に購入しています。はい、そして最後にこちらですね、これが、フィンクリスプっていうんですかねの、これも、クリスプタイプの、ま、クラッカーというか、クリスプブレッドっていうちょっと薄めのこう固めのパンっていうんですかね、そういうのを買ってみました。で、これも結構そういうナッツ類っていうか穀物系のものが
たくさんこう入っている感じで、これも 100% ホールグレインということです。まあ、さっきのちょっとサクサクのクラッカー系とはまたちょっと違った感じの、ちょっと歯ごたえのある感じの、クリスプブレッドになりますね。で、私がなぜ今そのクラッカーにハマっているかというと、今回ですね、アイハーブでこれもちょっと初めて買うんですけれども、アーモンドバターを一緒に購入しました。さっきのクラッカーに乗せて食べたいなと思って一緒に買ったんですけれども、これはね初めてもちろん買う、アーモンドバターになります。で、ピーナッツバターとかも結構今までいくつか買ったことがあるんですけれども、最近このアーモンドバターにものすごくハマっていて、クラッカーも、普通にカルディとかで売っているクラッカーを食べていたんですけれども、まあ、アイハーブでクラッカーを買うついでに、この結構有名なというか人気のこのアーモンドバターも一緒に買ってちょっと消費していきたいなと思います。結構色も濃くって、で、ちょっとこう粒が残った感じの、アーモンドバターになっているので、で、あ、そうそう、このハニーっていう、ちょっとこう果糖っていうんですかね、甘みが加わったタイプの方を買いました。こうハニーが入っていない分もありますし、あとメープルもありますが、レビュー見ていると、これが一番ちょっとこう、私の口に合いそうかなと思って、ハニーを今回買ってみました。で、最後に、アイハーブのそのお試しのページにすごく安く売っているアイテムがいくつかあるんですけれども、今回はこちらの、アイハーブの、この紙でできたボールペンとクリップと、あとメモ帳ですかね、が入った。これが22円だったかな。なので、ちょっとついでに入れてみました。はい、ということで今回はもうちょっと画面に全部収まりきれなかったので、全部大きいものばっかりなので、まあこんな感じのお買い物だったんですけれども、9月のアイハーブのお買い物をご紹介いたしました。ちょっとね、本当にコスメなんかいろいろ出てるのは知ってるんですけど、最近ちょっとアイハーブではあんまりコスメを欲しいなっていう気持ちになることがなくって、もう本当に必要な食べ物とかボディケア製品のものとか、そういう本当に必要に駆られたものだけを購入するようにしています。なのでちょっとね、あんまり参考になっていないかもしれないんですけれども、よかったら気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。